では入ってきてください。はい、どうぞ。失礼します。失礼します。すいません、お疲れ様です。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 ボル塾の3人が来てくれました、はい、お疲れ様です。ボル塾です。絶対に今着いたところに。だから今一個仕事終わった後に今この番組で準備してるところね、はいはい、ちょっとじゃあ座ってもらってお話聞きましょうか。はい、すごいな。すごい。今日はあれやね、その漫才劇場のこの後イベントがあるので来ているということで、はいはい、そうでございます。一応この漫才劇場に出入りしている皆さんがちゃんと大丈夫かっていうのは僕一応風紀委員長としてチェックさせていただいております。わ、頼もしい。風紀委員長っぽいですね。ほんま、はいはい、危ないものがあればこちらで没収させていただきます。はい、それはもう漫才劇場に迷惑がかかってしまう可能性があるから。そんなでも大丈夫。大丈夫。そんな危ないものないです。大丈夫。はい。わかりました。じゃあちょっと順番に、はい、じゃあカバンの方見させていただきます。じゃあ誰からいきますか。どうします。じゃああるんで当たったら行きますか。じゃあアンリからのじゃあ、はい、見させてもらいますね。ちょっとじゃあ緊張するの中。はい。責任取ってくれますか。何が出てくるの。私の全部を見るんですよね。いや、もちろんそのイベントの部分も垣間見えるかもしれませんが、そんな簡単に見てほしくないなって思います。アンリを守るために見てください、うん、ああ、なるほど。そういうこと、そういうこと、はい、本当にそう。ちょっと日帰りやからそこまで荷物がじゃあ多くはないんかな、はい、ね、ちょっとじゃあ見させてもらいますね。変な、別にちゃんとマスク大量のマスク持ち歩いてるよね、はい、そこはまあ必要やもんな、はい、箱で買うやつを作る。これコンタクト、コンタクトね。コンタクトですね。面白いもの入ってるかな。いや全然。お、何これ。あ、僕鬼滅の刃ネタ帳ですね。ネタ帳、ネタ帳なの、ちょっと可愛い感じのノート、はい、1枚目は水族館に行った思い出書いてる。なんで。上手やな。めっちゃうまいやん、はい、いろんな魚がいたんで。楽しかったんだろうな。頭いろいろ、はい、ネタです。はい、なるほど、はい、まあ、これも大事なものやもんね、これ、はい、でスマートフォン、はい、ね、スマホ、あ、いい、あれ食べっ子動物の、食べっ子動物。今女性スタッフだから思わず可愛い。確かに可愛いね、これ、はい、なるほど、はい、これね、でスマホね、はい、これは、これは筆箱とか。筆箱、はい、なるほど。ほうほうほう、はい、まあネタ書くのに必要なもんやしね、はい、はい、ここにゆうちょの大丈夫、口座番号出るからあれ、はい、ゆうちょの、ゆうちょの、そう、通帳プラス、これでも印鑑も入ってるダメだよ、これ危ないよな。危ないよ。家に置いとくの怖くて。なので、これは筆箱、まあこれ使うもんやもんな、はい、そうですね。じゃあちょっと、え、これは家の鍵、あ、家の鍵ですね。あ、すごい数つけてるやん。まあ、でも鍵どこか。これがね、鍵なんですけど、はい、だから絶対落としたくないんですよ。だから私ちょっとだらしないところがあるんで、すぐ落とし物とか忘れ物するんで、うん、それ落とした時に音で分かるように。絶対分かるな。カシャンってなるもんな、はい、だから絶対もう、あの、いただいたキーホルダーはほとんど全てつけてますね。音が鳴るように、はい、すごいことつけて。心配性すぎて。で、ここにも、これが化粧ポーチですね。なるほど、すいません、ちょっとぐしゃぐしゃ、まあね、まあちょっと化粧ポーチの中まで。はい、ちょっと汚いな。汚いよ。うわー、すごいね。これこれ、でも風紀委員として、だってこの中に危ないもの隠し持ってる可能性あるからね。隠しやすいです。リップ、ね、フェイスパウダー、はいはい、アイシャドウ、大丈夫で、筆、リップ、はい、すごい入ってる、リップ、うん、リップ。リップがいっぱいね。すごい数。リップ。いろんなタイプのリップをね、はい、使ってるんや。なるほど、はい、これが化粧品ですね。はい、あ、恥ずかしい、まず化粧品。本当に全部見られる。うん、あ、ありました、今日フリスク持ってました。忘れたと思ってもらってたんです。めちゃめちゃ今日一日ずっともらってました。じゃあ次、キリアさん。はい。ちょっとね、リュックにね、結構パンパンにパンパンです物が入ってますが、あ、クレヨンしんちゃんの、はい、白としんちゃんの、これは何ですか。リップです。あ、なるほど。あ、リップをもうこう3本、はい、こっちに分けて入れてるんや。はい、なるほど、綺麗にね、ここは取りやすいんで、そこなるほどね、
リップです。入りきってないよ。ここにまとめてるはずが、はい、もう一本増えて入りきってないよ。入りきってないよ。なんかね、リップあるんだよね、その日の気分が。そうか、はい、だからいろいろ持ち歩いちゃうんですよね。ボンボンって入れちゃうんですよ。多かったもんね、リップの数が。そうなんですよ、なんかその日によって。いろいろあるんですよ。そうかそうか。でこれも化粧ポーチです。なんかね、ポーチがめっちゃあるね。何いっぱいだから分けて入れてるんやね。はい。食べっ子動物はぼる塾の中で決まりがある。たまたま、これガチャガチャなんですよ。あ、そうね。これもガチャガチャなんです。はあ、はい。いろんな種類のガチャガチャがあって、はい、これがだから化粧ポーチ。はい。いろいろね。これは？これノートです。ノート。はい。いろいろ。なんかタイムカプセルに入れてたぐらいの年季がありますしなしない。何これ、入れっぱなしで。そうね、はい、時間がすごい経過してる感じ、はい、で裏にこれ何ボル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 って書いてる。怖い。サインの練習です。おい、怖い。なんで中じゃないんだろう、なんで外に書いてる。アルコールスプレーです。ほんま、色やばい。なんか怖いってこれ。アルコールスプレーです。劣化してる。大丈夫じゃない。前のマネージャーにもらったやつ。こんな色だったっけ。違う、白だった。え、でもアルコールですよね。あ、そう、アルコールなのは間違いない。賞味期限あるんですか。あるかもしれない。賞味ではないけど、食べはせんけど。これはちょっと待ってね、これなんかチェキか。ああ、これいいですか、見ても。はい、チェキ。え、入れっぱなしだ。これだから、あれ、何、アンリと田辺さんと、そして、あ、2人で写ってる写真と、これ何これ。私たちは日めくりカレンダーを出してて、それのなんか特典でチェキがついてくるっていうのがあったんですよ。それで私がチェキ担当で、でこれは失敗作で。確かにこれだって田辺さん普通に誰かと電話してる。こんなチェキ見たことないよ。これ多分お金のやり取りの電話した。明るい電話じゃないですよ。これをまあそのお客さんには配らなかったけども、はい、一応こう持ってるんや、はい、お守りで。一緒じゃあ見させていただきまして、はい、これちょっと募集した方がいいなっていうものがありましたんで。え、はい、あります。募集させていただきます。今回募集するのは、おそらく消費期限の切れているアルコールです。ありがたい。これを今、ね、スプレーして、もし何かあったら。いや、ありますよ、それね。はい、田辺さん、もうどういう状態か自分でも見てないから分かんない。だから本当になんか何が入ってるか分かんない。え、重たっ。むちゃくちゃ重たい。何入ってるの。ちょっとじゃあ開けますね。怖い。ここ何入ってるか本当に。出てきたよ、お菓子。お菓子出てきたよ。まろやかマカデミアって書いてますけど。うまそう、うまそう。何、いつのんこれ。カバンの中にすごい溜まってた。領収書、ちょっと待って。あー、電気入って。なんで、あ、そう、あ、これあれじゃない。何、あのアムアムワールドっていう影山さん先輩がやってるチャンネルに出させていただいた時に、はいはい、うん、箱が3つあって、そのうちの1個にこのお金が貼ってあって、うん、はいはい、当てたらもらえるってやつで、スリルを味わうみたいな。あ、はいはい、そうです。で、田辺さん見事に当てて当てた。先輩からいただいた金をこんなぐちゃぐちゃ。いや、ほんまに雑やって。ここにやったって言って、これでなんかいいボディーソープ買いますって言って、で、そのお金、このお金で買いたかったんですよ、私は。このお金だから前に入れといたんでしょうね。自分の財布の中に入れてると混じっちゃうから。あ、なるほどなるほど。ここに、ここにボディーソープ買うときこっから使うんだよね。はい、いや危ないよ。危ない。なんか本当ゴミしかないもんな。何？いや、こんなとこにこんなの入ってると思ってなかった。何？スポン。何これ？なんで？例えば、なんでかけて、もうここ入れてるやん。ここなんなんこれ。飲み物ない。さすがに食べたやつ入れない。いや、でもこれはだって袋から取ってありますし、うん、そうね、そのまっさら綺麗な状態ではなさそうですよね。うん、なんかスイーツ、プリンとか食べるときのやつ、使用感がある。試食とかのやつじゃん。あー、なるほど。飲み物なくって、自分のところポンって入れちゃったんじゃない、うん、最悪なんだけど。わ、何これ、何これ、何これ、これは知らない。何なんここ、どん
どん変えてくるんだけど、え、これラッキーです、これは知らない、ラッキーって見覚えのない1000円、これ見覚えないです、すごいな、ラッキーラッキー、ちょっと見ときいや、もうなんかわからんのいっぱい入ってるもん、いやー、あ、サラもあるこれはこれ使ってないんですってことは、これは使ってるよ、これがあるってことは、なんでスプーンそんなにあって使ってるよ、またスプーン出てきた、何こんな、何なんこれ、スプーンあんの、私いつでも何か何食べるの、何なんこれ、何ゴミなんだけど、これはちょっとこのメイン、ここも怖いな、パンパンに詰まってます、いきなりなんか出てきましたこれはお菓子、これ東京駅でなんか限定でバッシュガーバターの木の実があって、これ超あの私食いっぱぐれたくないんですよ、こうやって大阪とか来た時にお腹空いたってなったらもうしんどいじゃないですか、もうちょっとの空腹の時間の方が嫌ってこと、そうなんですよ、だからもう信じられないぐらいお菓子を買うんです、あ、またお菓子かな、あ、そうです、かっぱえびせの天むす味、あ、そう、しょっぱいのもこれはなんだ、あ、これ、これもなんかまだ飲めるあ、なにこれ、いや、いや、これ多分おそらくこういうハンドクリームとか、はいはい、リップとか、はい、リップとかそういうために使ってるんでしょうけど、大量の小銭、怖い怖い怖い、なんなん、何使うの、なんで分けてないのこの小銭たちは、いや、私もさっぱり記憶がないんだ、入れてあげてよ、お札、一回私お金を、財布忘れたことあって、はあ、財布忘れた状態でタクシー乗ったことあるんですよ、ほうほう、で、隠し金に助けられた記憶があって、そっから隠し金を。なるほど、その時に、はい、ってこと、なるほどね。隠し金って呼んでるの、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、これ、今まではさ、まあ、すぐ食べたい時のお菓子が入ってたんですけど、はいはいはい、これは、あの、唐揚げの粉。これ何ですか、これはあなたはこの粉をこういう食べてるの、やっぱ生きてて唐揚げあげるとき突然現れるんですよいつあげんの、突然あげなきゃいけないんそんなときあるか、鳥もないねんで、いや、そうですよ、なあ、何これ、ワクチン、ワクチンの案内だ、あ、案内のやつね、これ今度いい、ああ、ワクチンの案内だの封筒が1円なあ、なな、何ですかこれ、じゃあ分かりました、ちょっといろいろね、はい、見させていただきましたけども、これは大今回募集させていただくのは、はい、おそらく使ったであろうスプーンここでちょっとな、これはそうですね、うん、あとはまだ一応使って、まあね、やっぱこれに関してはこれまたこれ口つけたら危ないから、これから綺麗に、いや本当にちょっとこれ、ね、第2回あります、いや全然あると思う、全然変わった私で登場したい、そうだね、じゃあ入れていこうか、ごめんね、あ、いいんです、いいんです、ゆうがたなべさん3人の見たじゃないですか、うんうん、そのカバンの中身だけで自分が愛する女を決めるとしたら、うん、誰ですか、知る、カバンの中身だけで一生愛してくって決めるとしたら、いや、その田辺さんはまず絶対ないそこは絶対にないよ、田辺さんだけちょっとダウントツになかった、ごめんなさい、すいません、いや、ちょっと私たちも知らない田辺さんでした、ここまでさ、ちょっと思わなかった、びっくりですね、確かにね、気をつけないとね、なんだろう、あ、おっちゃんあげるってこと、なんでなんで、お茶くれたお茶ないない、何これ渡すから黙っとけってこと、何ですか、これお蔵入りにしようってこといいんですか、お蔵入りですか、などっちですか、お蔵入りうお、ここもだから、ここにね、多分もうここゴミ箱や、あ、使ってないアップルウォッチいや、ええの出てきたぞ忘れてたものが多分この中に入ってるから